はい、こんにちは、ココミです。今回はサラサクリップのネオンカラーを紹介したいと思います。はい、ということで今回もサラサクリップのシリーズをやっていきたいと思います。毎度毎度のことなんですけど、こちらもサラサクリップということでジェルインクになっていて、サラサラとした滑らかな書き味で水性顔料と耐水性にも優れています。ネオングリーン、ネオンイエロー、ネオンオレンジ、ネオンピンク、ネオンパープルということで計5色あります。軸の色はこんな感じで、インクの色に合わせてグリップやクリップもネオンカラー蛍光っぽくなっています。はい、ということで描いてみました。ネオンカラーということで発色がすごくいいですね。これはやっぱり蛍光ペンに向いていると思います。はい、こんな感じで描いてみました。発色がすごくいいですね。なのでこんな感じで映えます。映えるということでこんな感じで蛍光ペンとしても使えると思うので、1つで2役ということですごく便利になっていると思います。黒い紙などちょっと目立ちにくいですね。黒い紙にはあんま向いてないかなと思います。はい、ということで紹介は以上にしたいと思います。こちらも前回と同様にすごく個性のあふれたペンになっていると思いました。普通に文字を書いたり絵を塗ったりするのもいいんですけど、やっぱりこのペンの特徴、ネオンカラーということで蛍光ペンとしても使えるんじゃないかなと思います。気になった方はぜひ買ってみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では